はい、どうも皆さん、ゆはばんはゆはいチャンネルはいです。ということで、今回なんですけども、外役ペガサスね、使っていきたいと思います。まあ、このデッキなんですけど、ライフ、ラウラギガ、エンシェントホーンでペガサスにね、最速で繋いでいって、ペガサスからミルドガルムスを出して、まあ、相手のマナを破壊して、こっちがブーストして、そのミルドガルムスにバジラを乗っけていくっていうね、まあ、構築になっておりますと。そしてペガサスでね、どんどんデルフィンとかディルガベジータ、サファイアを踏み倒しながらバジラで相手のマナをね、まあ、ぶっ飛ばすっていうね、めちゃくちゃ外役デッキになってますんで、ね、ぜひね、皆さん使ってみてください。そしてね、最近デュエプレは本当に暗い話題がね、多いですね。まあ、デュエプレが昨日ツイッターでトレンド入りしてたんで、なんでだと思ってね、見てみたんですけど、まあ、サービス終了だとかね、まあ、赤字だとか、デザイナーズ環境とかね、まあいろいろ言われててね、ちょっともう悲しい気持ちになって本当に。なんですけど、やっぱりね、こういう時だからこそ、まあデュエプレ実況者だったりね、まあ配信者は盛り上げてね、行かなきゃいけないのかなと思いまして、まあ今日はね、8時半から、まあ10時間企画第3弾ということで、ラッキーダーツでマスターをね、目指す配信やっていきたいと思いますんで、ぜひ皆さん時間があればね、遊びに来ていただければなと思います。ということで、早速ね、試合の方に行きましょう。行くぞ。はい。ってことで、対戦の方よろしくお願いしますと。さあ、オープニングハンドが、ライフ、ペガサス。いや、これめっちゃいいハンドだな。めちゃくちゃいいハンドなんですけど、次によるな。次に、レインボーとかじゃなかったら、ライフ打って、4ターン目、ラウラギが出して、エンシェントホーン出しての、OK。このライフで光物落ちてほしいね。さあ、行きましょう。フェアリーライフ。ライフで落ちるのがペガサス。まあ、ペガサスデッキってバレましたけど、全然大丈夫だ。もう、この際は。ラウラギが出して、あと、レインボーが固まんなきゃいいわ。ただ、ここでペガサス落としたのはだいぶでかいけど、で、相手ね、ナイトデッキなんだよね。バレバイだけが、いや、ほらね、もうドラム型カタツムリ来るんだわ。いや、またペガサスだ。またペガサスだ。で、次。バレットバイスが飛んでこない王はレインボーじゃなかったらペガサスが出ますと。早すぎるね。あまりにも早い。さあ、これバレバイ飛んでこない。さあ、グローリーゲート。頼む、レインボーじゃなかったら出るよ。エンシェントホーンガチで限りなく強いからね。頼む、マジで。見せてくれ、俺に。さあ、ピーカフリッパーと、あ、爆裂ストライクか、速攻デッキか。小坂シア、サバジラオッケー。さあ、行きましょう。エンシェントホーン。で、これ、シールド回復しますか？シールドじゃないわ。マナ回復するんで、さあ、ペガサスが乗っかっていく。さあ、ペガサスが乗っかった瞬間に、これ何が出るかだね。マジでミルドガルムスとか出てほしいけど。さあ、サファイアも勝ったわ。すまん、勝った。これは勝ったわ。ただの上振れ。ただの上振れ動画。勝った。さすがに。これ何？トリガーなんかある。まあ、ヘブンとバウルスの衝撃で、ま、破壊されますけども、もう、なんだか、なんら問題ないね。なんら問題ないわ。なんら問題がないと。ペガサス処理できんのかな？さあ、ボルカグレンオでさ、ドラム型、カタツムリ。殴っては来ないと思うんだけど、だけど、あいって、グローリーゲートでも、ペガサス最速でね、もう着地できたらもうこっちのもんよ。もうただただご利用していくだけの。あともうディルガベジータ来たらもうドラム型カタツムリも粉砕してますからね。本当は、次のペガサスでミルドガルムス出してマナ加速してトップでバジラ引いて、もうランデス時刻だよねっていうのをね、やりたいんだけどさ、一旦ウォルポニカでマナ加速しておきましょう。何用だ。さあ、ミルドガルムスが押していくさ、殴るときに何が爆弾していくか、エンシェンドホーン弱い。弱い。マナは回復しますけど弱い。さあ殴っていって、まあ、これは勝ちかな。このままご利用して勝った臭いっすね。さあドラム型カタツムリ置いて、バルアーサー爆弾。で、爆裂ストライクかな。んで、結構パンプアップされるのか。12000、ペガサスと、うわ、おうおお、強い。これ一旦ブロックしないわ。ペガサスお亡くなりになった時に出るんでね。はい、ディルガベジータ、はい、スケールが違います。はい、スケールが違いますと。23000だからね。さあ、バジラだ、バジラ出したかった、ダイレクトアダック対戦。
ありがとうございました。はい。ってことで、対戦の方よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドが、ライフ・ミルドガルムス、ライフ・バジュラさんにめちゃくちゃフェアリーライフ来るな。だから、フェアリーライフ連打からのギフト・ミルドガルムスとかしてね、バジュラ乗っけていくっていうね、動きも強いんで、まあ、これペガサスデッキなんですけど、さあ、センチネル・ドラゴン。これ、相手コッコルピア来る前に、おっと、強いぞ、普通にでも。ギフトは、ありだな。ぶっちゃけでもコッコルピア出されるとね、ぶっちゃけ関係ないのが辛いよな。うわ、これライフ打ってくるか。さあ、フェアリーライフ。何デッキなんだ相手。でも、センチ、ネックスか。ネックスちょっとやだな。さあ、トップが、うわ、めっちゃライフ来る。めっちゃライフ来る、本当に。うわ、やばいね。もうマジで固まってるわ。さあ、4マナセンチ、ラッキーダーツリスナーさんか、ユハイリスナーか、自分本物ですよ。さあ行きましょう、フェアリーライフで。次にギフトミルドガルムスして、これラッキーダーツで何引き当てるんだい。マジでラッ、いやー、惚れ惚れするわ。それはさすがだ、さすがのラッキーダーツだね。魂だよそれは。あまりにも魂。ラッキーダーツを使ってくれる人がね、増えたらもう、デュエプレイは安泰だよ。さあ、これラッキーダーツ落として、ワンブーストン。で、次バジュ、あ、ラウラギガでもいいか。次これペガサス乗りますからね、ぶっちゃけ。で、まあ、トップペガサスじゃなかったら、まあ、バジュラ出して、もうランデスしまくって、もうアッパラパーでしょう。さあ、5マナでコッコルピア。これは、ブロックしようか。あーで、ネックスを回収って感じかな、相手は。だが、しかし、バジュラ爆誕させますから、もう。さあ、エンシェントホーンなんで。わー、これね、5つ以上あればって感じだったけど。さあ、行きましょう。これ、潮流バジュラ。ペガサスデッキなんですけども。潮流バジュラ行きましょう。で、殴るときに、ツーランデス。一応、ネックスは出るか。何のラッキーダーツなんだろう、マジで。何か唱えたい呪文があるのか。ホーリースパークはまあまあまあ全然大丈夫なんですが。で、次。いや、でもこれネックス出んの強いよな、コッコルピアの能力で。コッコルピアやりすぎです。ナーフしてください、コッコルピア。28マナにしてください、コッコルピアは。さあ、これボルシャックネックスを爆弾させていって、さあ、マッハルピアで、何を殴ってくるんでしょうか。あ、立てくる、マジ。まあでもその作戦ありかもな、賞味。こっちが、リーサルナイト、見るや見るやだね。さあトップ、ウォルポニカ。ウォルポニカ。一応ブロッカー立てといて、マナしばけば、うわ、ペガサスが落ちたけど。こうだね。で、一応、マッハルピアの能力で出ないので、オッケーオッケーオッケー。で、ペガサスも次トップで立つけども、ペガサス落ちちゃったんだよな。いや、バジラは偉大だわ。さあ、ルピア、ラピア。で、マッハルピア殴ってこないと思うんで、ウォルポニカいるんで。すごいデッキだ。ラッキーダーツも入っていて、よりどりみどりだわ。マジでいいデッキだわ。特攻してくる。男だね。男、見ました。さあ、トップがバジュラなんで、バジュラ来すぎではないかな。で、これ殴るしかないので、殴ってマナをね、破壊しまくるしか、僕に勝機はないんでね。やっぱバジュラは強いわ。で、トリガーはない。オッケー。これはほぼ勝ちだね。いや、ペガサス引けなくてもやっぱりミルドガルムスバジュラプラン。これをね、取っておくことによってやっぱ第二の勝ち筋、まあ、掴んでいくと。まあ、そういうことですね。まあ、対戦は出した。まあ、ラッキーダーツネックス。もう心、揺さぶられました。GG です。まあ、1マナでできることといったら特に何もないでしょう。さあ、ブレイブルピア。で、ルピアラピアのラスト特攻か。さあ、フェアリアクセラクロスして。
さあ特攻してくれ。これはもう誠意を持ってブロックします。ボルポニカで行くぞ。でマナを加速して、さあトップが、さあラウラギガなんでバジラでダイレクトアタック対戦。あ、どうした。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと、さあオープニングハンドがラウラギガ、フェアリーギフト、エンシェントホーン、サファイアギフトでね始まったオープニングハンドなんですけど、ライフ引ければだいぶ変わるかな。ライフ引いてラウラギガ、エンシェントホーン、そしてペガサスっていけるとねだいぶ強いんですが、まあサファイアが重なってきてしまいますね。さあライフでライフかな相手は。さあリーフか、リーフメビウスかな多分。さあトップがエンシェントホーンなんで、これさマジで同じカード重なりすぎなんだってば。本当に何が悲しくてこんなハンドになんだってばよ。サファイアギフト、サファイアギフト、エンシェントホーン、エンシェントホーンって、なんか俺に恨みでもあるのかいと。さあトップがミルドガルムスなんで悪くはない。これどうしようかなって感じだね。次、あでもあれか、意味ないね。意味ないというのは、次エンシェントホーン出してギフトミルドガルムスできるね。さあメビッチャ、さあメビウスチャージでもうここでもう2ブーストしてくる。これミルドガルムスぶっ刺さるんじゃないか、ぶっ刺さればしないか。さあトップバジュラ悪くない。これを見据えていたのかもしかしたら。さあエンシェントホーンからしっかりとマナを踏み倒して、さあギフトミルドガルムス、次バジュラ爆誕しますからね。これなんですわ。さあライフ置いて、次トップじゃなかったら、次トップレインボーじゃなかったら、でもなんかこういう時に限ってね多分トップペガサスとかがね爆誕する可能性は、うわー、まあしゃあないわな。これバジラ出したかったな。さあトップ、ほらペガサスでしょ。もうだと思ったもん。こういうゲームなんだもん、デュエルマスターズプレイスは。こういう空気が読めないデッキなんだわ。絶対ペガサスだと思った本当に。さあミルドガルムスは全然 OK。 いやそういうデッキだと思ったよ僕は。さあウォルポニカはナイスだけどハンデされそうだね。さあディルガベジータで、だいたいねなんか今のデュエペでトップ予測がねできるね。ほんとトップ予測できるわ。エタソ来そう、エタソだけやめてほしいね。劇 OK だったらペガサスでいいわ。ペガサスでディルガベジータを持ってくるっていう運命力だけ信じよう。さあラウラギが強い。さあラウラギが行きましょう、ペガサス。さあ何を出す、ここの運命力にかかってるぞマジで。いけ、デルフィンでもいいか。あー悪くない、デルフィンも強いぞ。でトリプルブレイク、これワンチャン一択臭くないか。さあトリガーもない、そうだデルフィンナイスすぎるなマジで。でもゴッドリンクぶん殴るしかないと思うんで、これウォルポニカでブロックしながら、オッケーオッケー全然大丈夫。はい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 、ゴッドリンクね。でハンドないんでブロックし放題なんで、ブロックしながら戦っていけると。この2枚なんですがねめちゃくちゃ効くんだよな。これウォルポニカでブロックしてハンドないんで全然大丈夫。トップバージュラ、何が出る、デルフィン、叩き割れ叩き割れ、もうこれはで多分ペガサス取られる。ブロッカー並べられるときついけど、このペガサスで何出るかだね。さあミルドガルムさんも全然言えば、もうブロッカーじゃなきゃいい、ブロッカーじゃなきゃほぼ勝ったんじゃないかなと思うけどな。でビューティーシャンを添えて OK、 これ打点足りたぞ。ペガサスはガチです。エンシェントホーン弱い。
対戦アドシャー。当然の結果ね。はい、ってことでね、外役ペガサスいかがだったでしょうか。かなりね楽しいデッキなんで、ぜひとも皆さん使ってみてください。よろしければね、チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。